はいどうも、おいきめちです。ということでね、今回バトルフィールド204にやっていきたいと思うんですが、今回ね、使っていくのはね、このキャラクターね、まあいろいろあると思うんですけど、今回エンジェルっていうね、こちらのちょっとキャラクターを使っていこうかなと思います。で、こいつね、めちゃめちゃね、有能だなと思うのがね、めちゃめちゃバランサーなんだよね、本当に。っていうのも、装備箱っていうね、この弾薬とアーマーを補給できるっていうね、で、装備も、養成が可能っていう、これを持ってるのがめちゃくちゃ強くて、まあ、今作って、実際のスペシャリストがもう何種類かいて、各固有のスキルを持っていて、なおかつ、スナイパーだったりだとか、あとはまあ SMG、ショットガンだとかって、ほんといろんな武器を持って、で、プラスで、まあ、ギアとか、ガジェット系とかもほんと自由に持てるっていう、めちゃめちゃ自由度が増した作品になったんですけど、一応、メディック持ちながら、まあ、弾薬箱とか持つことも一応できるんだけど、正直、アーマーっていう概念も今回あるから、アーマーを着て医療箱持たせて、なおかつ弾薬回復もできるっていうキャラクターって、一応唯一として考えられるのはこのエンジェルっていうキャラクターなんだよね。こいつは本当書いてる通り、弾薬とアーマー、そして、まあ、ガジェットとしてね、医療箱を持っていくことによって、全部こなすことができるっていう、マジでオールラウンダー野郎なんだよね。で、これかなり強いんで、ちょっと今回使っていきたいと思います。さあやっていきましょう。レッツゴー。このね、今作からね、前の始まる瞬間に PV が入るっていうね、なんかどこぞの COD に似たような何かを感じるんだが、まあそこは気のせいだろう、きっと。さあやっていこう。あれ、俺降りちゃうの？俺降りちゃうの？これ待って待って待ってくれ待ってくれ。あ、乗れないんだけど、これ。あー、行っちゃった。強制的に降ろされたね。走ります。ちょっと余談なんだけどね、今作から結構難しいなと思ってる点なんだけど、このいろいろね、アタッチメントが、まあ、現地で変えられるようになったことによって、あとアタッチメントの自体のね、効果が全然違ったりするんだよね。例えば弾薬とかだとあれ安いんだけど、これ標準マガジンの、まあ、ドラムマガジンで、まあこれね、リロード速度とか遅くなるよってやつなんだけど、マガジンとか変えるものによって弾の威力が変わったりだとか、消音性が上がったりだとかっていう風な感じになったりとかって、結構いろんな仕様になってるんだよね。だから状況に応じてマジで戦ってくれみたいな感じの仕様になったみたいだね、かなり。だからそこはね、面白いなっていう風な感じですね、今回の2042の平行艇としては。ちょっとマガジン変えようかな。マガジンをこの威力が上がるマガジンに変えるか。これ結構強いからな、ガチで。オッケー、1枚カット。おぉ、爆発やばいね。あー、戦車がいいのか。あれはちょっと壊せないね。持ってないからね、今回は。さあ。オッケー、危ねえ。危ねえ。オーマイガー。めっちゃプレイヤーいる。奥の木の方向に敵いました。長期戦になればなるほどね、マジで有能だなって思うキャラクターなんだよね。だから、まあ、コンクエスト向きかって言われるとちょっとなんかわからないんだけど、まあでも、オールラウンダーっていう意味ではね、いいのかなっていう風な感じのキャラクターなんだよね。で、一応、こういうところにアーマーを置いて捨てることで、まあ、右下の今0が20になったからね、これで本来打ち合っていけば、まあ自分は HP120 で戦えるっていう、まあ、すげえアドバンテージがあるっていうね。しかもね、これね、回復がめちゃめちゃ早いんだよね。このガジェットっていうのかな、このスキルというか、これの回復がものすごく早いから。待って、やべえ、クソ M った。めっちゃクソ M った。いやー、これどうしよっかな。こいつやばいな。このビークルやばすぎるね。エンジェルの強いシーンで、本来はね、ちょっと武器チェンジというかね、ガジェットチェンジができるから、こいつの特殊能力というか、ね、あれで。だからそれを活用すればなんか、結構いい感じに戦局が進められるってとこなんだけど。すげえやらしいと思う、敵にな。ちょっと、はい。アーマーを置いて、エンジェルなら置くか。エンジェル右クリックで左クリックすると、救援物資を置けると。で、この救援物資の後ろに、いない方がいいですね。この中にいたら、引かれて死んじゃうからね。なんか物資、なんか落ちてきたんだけど、物資。あれ。あ、なんか俺、物資に踏みつけられたんだけど。よし、来た。これで、オーマイガー、なんか死んだ。あ、壊れた。俺の救援物資を壊すんじゃねえって。これどうする、これ全然先進めねえぞ。大丈夫か、大丈夫か。なんかめちゃめちゃなとこで湧いたぞ、これ。
ああ、なんかいるんだけど。なんでそんなとこにホバークラフトいんの？ここら辺とか意外と腰打ちなんとかなるよね、やっぱりね。なんかね、このゲーム腰打ちマジで強いんだよね。なんか、普通に AD 数下手にするよりも全然強いっていう感じなんだけど。ほらほらほら、こんな感じでね、AD するよりも全然強いっていう。そしてアーマーを切ることによって相手よりも、HP リードを稼げるというね。この強さよね。はい。はい、アーマーをまた着て、これの繰り返しっすね、永久的に。なんか敵いたな、上に。めっちゃ敵いるな、上に。ガチで。向こう行ったな、敵。あれを追っかけたいな。ああ、無理だった。うわ、くそー。バレてしまっていたね。しかもこれエージェント多分医療箱持ってこれ AD 使えるんでしょ、これきっと。これ強いよね、普通に。味方を起こしに行けるからさ。まあ、ゾンビアタックが変な意味できるってことね。5の時もね、ゾンビアタックマジで強かったからね。それができるっていうのは、ガチで最強っていう。で、ここは、アーマーを、アーマー捨て方ミスったな。もうちょっと、よし、これで切れた。いるの。お、降りてきた敵が。はい、オッケー。ゲッチュ。気持ちいいですわ、今のは。パラシュートもマジで危険だからな、このゲーム。なんか意外と撃たれやすいっていうね、パラシュート効果もね。だからそこだけね、注意しながら戦わないといけないっていうのが結構ミソだよ。何をやっとる君たちは！何や、対面しながら遊んじゃってんの。よくないですよ、そういうこと。はい、オッケー。1枚カット。さあ、登っていって。まあ、このジップから登るのが一番頭がいいんだが、登るの怖いからね、ジップの登りが。オッケー、危ね。危ね、危ね。行ってー。なんか爆発したわ、めっちゃ。超怖え。あー、そっか、後ろから来たわ。オーマイガー。何枚屋上にいるんだよ。すげーいない、上に。マジで。あー、ここやばい、ここは。マジでここ走るの危ねえ。よし、待って待って、ここ走るのマジで危ない。やばい、やばい、ありがとう、ナイス。マジでナイス。ちょっと、アーマー出させて。よし、よし、これで戦える。オッケー。ナイス、ナイス、ナイス。は？やばい、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 やばい。アーマー出して、よし、アーマー来て、弾薬箱使うこと全然ねえんだけど、これ。これだったらぶっちゃけメディックでもいいんじゃないかっていう風なね、突っ込みがありそうだけど。よし、下がる。全然弾が、あれだな、ダメだな。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。オッケー。締めカット。なんかやばくない？爆発が。ナイス、ナイス、ナイス。おーおお、なんかぶっ飛んできたぞ。うわーとこ行って。よし。あ、いいね。弾がある。ナイス。オッケーオッケーオッケー。これで弾回復できて。よし。じゃ落ち着いて。ここから。味方にアーマー渡しながら。ナイスナイス、屋上ナイス。ナイス、ダッシュすぎるよ、それ。オッケー。なんか、倒せました。中入ってったやつは、まだいるな。これでクリアかな、きっと。まだでもいるなあ。いるわ、普通に。ほふく勢もやって。おー、いいね。どっからなんだろう。あれかな、味方のヘリかな。オッケー、1枚カット。はい、弾薬箱、弾薬箱じゃない、アーマー箱出して。日本語頑張ってるよ。あー、無理か。くそー。医療おばちゃんな。来てしまったか、君。はい、グレネード投げて、ちょっと牽制しつつ。いや、ここはもう無理やり行く。オッケー。ここは、潰して。やべ、無理。待って、上からも撃たれてたんだよな、さっき。あー、無理だ。どこだ？うわ、そこか。あれだね、横サイドが来てたね、敵。外回りのやつが。いや、なかなか詰めらんないな。
やっぱ今作さ、128人合計だからさ、64人いるんで敵にね。だから、めちゃめちゃ前作用の敵が多いって。ナイス D1。なんで D1 で湧いてこっちで沸かされんの？謎仕様すぎないかそれ。オッケー。え、どこ？なんか上にいるっぽいな、これ敵。やばいな。ちょっとだるすぎないそれ。さすがに。ここから登れんのかな？足音がさ、あ、いるわ、下に。こいつだ、こいつ。は？上にいる。いや、まだ上にいるわ。やば。おい、アイリッシュが俺のこと殺しきやがったぞ。やっぱ C だなぁ。C 取りたいなぁ。C 取らないと結構やばいよね、きっと。全然さ、エンジェルスのさ、弾薬箱が活躍してないっていうさ、悲しみよね。あ、いた。オッケー。いやー、今みたいな時はほんとアーマーがあるだけでね、全然違うのよ、耐久値が。このゲームガチでさ、アーマーがほんと強いんだよね。あ、いた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 、後ろかこれ、後ろじゃない？後ろだな。うわぁ、マジか、死んだ。頭食らったわ、これきっと。うわぁ、マジか。しゃがんでしまったから頭食らってしまったかもしれん。はい。アーマーパック取って、オッケー。起こすぞ。お前ら起こすぞ。オッケー。起きてくれ。オッケー、危ね。マジでアーマー最強。遮蔽物使っていくか。オッケー。待って、これやばいな。ここいるのまずい。攻めらんないな、マジで。ああ、行くしかねえな、これでも。で、無駄に突っ込んでも死ぬから。うわ、マジか、やられた。もう、あ、しかもスナイパーだ。違いずに殺された。ああ、もうこれで行くしかねえ。ナイスヘリ、ナイスヘリ。ちょ、待ってよ。行くしかねえ、これは。ああ、こっち行っちゃったか、俺。こっちじゃなかったな、今 C で降りればよかったな。ガチでミスったわ。敵いると思うんだよね、この下。あ、いるわ、やっぱり。うわー、くそー、負けてしまった。うわ、47対0。勝ちたかったなー。めちゃめちゃ GG やったね。で、しかもエージェントのスキルは全然使いこなせなかったっていうのもなかなかあるけど。マジで。これだったらね、回復おばちゃんでもいいよねっていう話になってるんだけど。まあ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 。はい。まあ、という感じでね、結構初心者とかでもね、マジで使いやすい、まあ、そういうキャラになってるのかなっていう風な感じですね。特にね、回復と弾薬とアーマー全部出して、まあ、戦局に応じて武器の変更もできるっていうところでもね、マジで、超オールラウンダー系なんで、分隊に一人はいてもいいのかなっていう風な感じのエージェントじゃないかな。はい。まあ、という感じで、まあ、気になった方はぜひとも使ってみてください。お疲れ様でした。